ふから用水は、箱根山をトンネルで貫き、神奈川県、箱根の足の湖の湖水を、静岡県裾野市に引くために造成された、灌外用水路。箱根用水とも呼ばれる。ふから用水の断面図江戸時代前期の1666年に、工事開始。1670年に完成し、以降現在に至るまで、裾野市、御殿場市、 長泉町及び清水町の一部事務組合である、足湖水利組合により、灌溉用水、生活用水、防火用水、東京発電による深浦川第一発電所の水力発電用水として利用している。しかし現在は二級河川の足の湖の管理者は、河川法により、神奈川県となっている。全長は1280メートル。足の湖の水門から、 海尻峠付近の地下を通り、神奈川、静岡県境を越え、仮の川、水系木瀬川支流の診療川に注いでいる。2020年、通水350周年の節目を迎えることから、用水を運営する県足湖水利組合、裾野市が記念事業を行う準備を進めている。トンネル内は、毎年春と秋に、計2回転検査業を行っているが、 一般参加を認めることも検討されている。フから用水の灌溉面積は527.153ヘクタール。水道の長さは1280.3メートル、幅は1.8メートル、高さは1.8メートルである。フから用水は箱根用水とも呼ばれるが、その他にも箱根掘り抜け水、箱根湖水という名称も確認される。 2014年世界灌外施設遺産として登録された際には、深良用水として登録された。本用水を運用管理する静岡県足湖水利組合及びその前身となる組織が、組合規約や組合決議等で使用する名称も、深良用水以外に、古くは箱根湖用水、箱根用水、足湖用水が使用されている。深良用水で灌えされる地域は、 上里、中郷、下郷がある。主要な席は、上里に13カ所、中郷に17カ所、下郷に26カ所ある。伊豆島だと三作坊の境の木瀬川本流にある、大型の席。ここで取水された水は、裾野市、長泉町、清水町の下郷全域に排水されている。三作坊大関で取水した水を、三方向へ分流する席。西への流れは、 三作母、農前里へ、東の流れは、伊豆島田の用水になっている。中央の流れは、中川と呼ばれ、上土狩り、下戸狩り、竹原、伏見を考えし、伏見で木瀬川に交流する。深浦用水は、農業用水としての利用だけでなく、生活用水、産業用水、防火用水としても利用されている。産業革命の進展とともに、 電力の需要が高まり足の湖を水源とする、診療科は破年間を通して安定的な水量を得られることから、水力発電事業に適していたため、明治時代中期から水力発電所の設立が計画された。東京電灯株式会社が1922年11月に、第1発電所、第2発電所を、翌年に第3発電所を完成させ、現在は、 東京発電株式会社が発電所を運営している。水道の穴口で発電用に取り込まれた水は、第1、第2、第3発電所を経由して、最後は診療科に戻される。過去には診療科の新田橋に小規模発電施設があったが、現在は撤去されて存在しない。現在、ふから用水水道や石など、ふから用水に関する施設の維持管理は、 1957年2月発足の静岡県足湖水利組合が中心となり行っている。上里、中郷、下郷への水廃については、水利組合や上里、中郷、下郷からそれぞれ選出された水廃人によって実施されている。富士山は清掃火山のため、その雪解け水は富士山やそのふもとの地下を通って、 少し離れた場所に湧き出しているが、他方で、麓の一帯の表層部は、火山灰を含む地質で、水持ちが悪かったが、その一部である駿河る国新領村の農民たちは、木瀬川の水を用水とし水田と二十歳に利用していた。年具米の国田和夫さんを目的として、箱根外林山に水道を掘って足の湖の水を、新化は経由で木瀬川に混ぜて用水に利用し、 新漁地域の二十歳の水田化を目指した。すなわち畑成田を増やしたのである。その工事の請負い人が、友の養え門をはじめとする江戸の商人たちであった。足の湖側と新漁側の両方から手作業のみで掘り進めた。この日本のトンネルが出会った地点に1メートルほどの段差があるが、上流の足の湖側は高めに、下流の新漁側は低めに掘り進め当初の、 計画通りに出来上がった。建設機械やコンピュータもない時代、当時の土木工事や測量の技術の高さを物語っている。また、作業者が酸欠にならないよう、トンネルの途中には息抜き穴も備えている。水不足に苦しみ込め作りができない、厳しい寸闘のために、新漁村名主、大場玄之城は、足の湖からトンネルを掘りり湖水を導くことを考えていた。 大場玄野城は、江戸で商売をしており、神殿開発の経験のある、友野洋江門の協力も得ることとなり、友野洋江門は、漢文3年に、箱根権限に、トンネル開墾の祈願を行った。友野洋江門、長浜半兵衛、天崎嘉えも浅井次郎兵衛の4名は、小田原藩と沼津藩の開発受け置い方を提出し、許可を得て、漢文6年から漢文10年までかけて、 掘り抜き工事を実施し、深浦用水は完成した。トンネルを掘って導くことは、当時としては、高い技術と知識が必要で、費用も多額にかかったとされる。一方、駿河国神風土記や駿河資料によると、小田原藩、三國屋大観所の小山源兵によって立案され、稲葉屋引き送り所に記載されている江戸の町人4名の、者たち、すなわち浅井田すくじえもん、友の陽えもん、 須崎源右衛門、橋本山しらが受け負った、町人受けおいの神殿開発であったという説もある。この説の場合では、掘り抜き工事は、小田原藩用水奉行、小山玄米の指揮のもとに、漢文6年7月に始まり、漢文10年4月に、掘り抜きが完成し、漢文11年5月に、初めて通水し、漢文12年5月になって、十分な水量の用水が、 ア氏の湖より、新領村へ流下するようになったとされる。また、ア氏の湖を、見たらいの地として所領していた箱根御ん源へは、当時小田原藩より、実質的な保証金の代替として、社殿などの大掛かりな不審がなされた。それが現在、箱根神社宝物殿に展示されている、漢文七年胸札によって明らかなる、箱根御ん源漢文大修造とされる。 早川の村々から足の湖の水これが原因となり、逆さ川事件へとつながった。1896年4月12日に、水陸組合の見回り人の勝又蔵は、公牧者支配人、砂川連蔵と、戦国元老民たちが、不から用水の水確保のために、静岡県側水陸組合が設けていた小尻、逆さ川人工川床を破壊しているのを目撃し、 水管理者の静岡県小泉村長に報告する逆さ川事件が発生した。1896年5月1日に沼津警察署長警部宛に告訴状が提出され、訴訟となり、横浜地方裁判所は被告無罪としたが、用水管理者は上告し東京構想院は原院検事長の野村い文は、東京構想院の判断内容を検討し、 水利の権利を破壊する行為として大審院に上告し、1898年に大審院判決により、静岡県の診療損害6毛村水利組合が勝訴した。大審院判決が決定する少し前から、静岡県知事の千下高富の依頼により、富田哲之助は和解調停と進め、和解決定の証を作成した。主な条件として、 阿の湖の水や水門に関する権利は、従来通り、診療損害6河村に専属することを確認し、阿の湖の貯水量を現在より2尺増やす、堤防化、防廃がき工事をすることを条件に、福から用水の10分の1を、戦国原損害が町村へ、地坂佐川口より分水することとして、和解式はしたが、工事も分水も行われなかった。 日本を代表する用水の一つとして2005年農林水産省の疎水百選に選定された。2014年9月に開催された国際灌え排水委員会に創設された取り組みで、登録対象は建設から100年以上経過している施設などであり、不から用水の歴史的、技術的、社会的価値が評価された。世界灌え施設遺産登録を記念し、 その市民文化センター2階に、ふから用水の成り立ちなどを紹介した映像、立体模型、用水関連の写真や測量道具などの資料を展示した特別展示室が設置されている。ありがとうございます。